1.11プロペランは有機化合物であり、最も単純なプロペランである。化学式 C5H6 または C23 の炭化水素である。3つの酸輪間が一つの CC 結合を共有する分子構造を持つ。1.11プロペランは非常に歪みが大きい分子である。二つの中央炭素原子の結合は逆紙面体系であり、 中央の結合の長さは 160pm である。結合の強さには議論があり、59から 65kcal、ロロモルから強度は全くないという説まである。ビラジカル状態のエネルギーは 80kcal、ロロモル高いと計算されている。この化合物は非常に不安定で、摂氏114度になると5分の半減期で自発的に3。 メチレンシクロブテンに生化する。歪みエネルギーは102キロカロリー、モルと推定されている。この分子中の結合の種類は電化シフト結合の観点から説明されてきた。1.11プロペランは1982年にケネス・ワイバーグとフレデリック・ウォーカーによって以下のスキームで初めて合成された。まず、ビシクロ1.11ペンタンの1。 サンジカルボン酸1が、ハンスディーカー反応により対応するジブロミド2に変換され、次に、N、プチルリチウムとのカップリング反応が生じる。最終生成物酸は、引く、摂氏30度で、カラムクロマトグラフィーによって単離される。しかし、ずっと単純な合成方法も発表されている。その方法では、まずクロロマイナスプロペンのアルケン結合に、 ジブロモカルベンが孵化し、その後、メチルリチウムによって、脱プロトン化され、嗅覚置換反応が生じる7。単理はされず、低、摂氏196度の溶液中に止まる。1.1、1プロペランは、自発的に酢酸,酸と反応し、メチレンシクロブタンエステルを生じる。中央の c c 結合が乖離し、隣のモノマー単位と結合することにより、 1.11プロペランは重合し、いわゆるスタファンを形成する。ギサンメチルや、加酸化ベンゾイルによって、ラジカル重合が始まり、様々なオリゴマーが生成する。N、ブチルリチウムとのアニオン重合では、完全重合成生成物が得られる。ポリマーの X 線解説により、つながった CC 結合の結合長は、わずか 148PM であることが示された。 加強した1.33プロペランとみなすこともできる13でヒドロアダマンタンも同様に重合する。ありがとうございます。